はい、クランダーオールドデーション。どうか、クランティームの奈良田とストロベリーシックボーイと TKB とポチモとモドリゲスとです。はい、ということで今回は、この山ダガーバンド、なんとこれ全部ストロベリーシックボーイの君の私物だそうです。売ってこれですよね。スキャンダル全部、まあ、本来はこれプラス20だったってことですよね。まあ相当なライブ中という、まあね、このラバーバンド絶対に買って1回つけてそこからちょくちょくつけるぐらいで全然日の光に合うっていうのはかわいそうなラバーバンドいっぱいいますけど、プランナー TV そういうねラバーバンド君たちにもね視点を上げてね、今回はこの子たちを使った企画をやっていきたいと思います。なんてその企画が聞いて驚け、ゾゾスーツ着てるやつの上にラバーバンドをいっぱいつけてみた。こんな企画ある普通。じゃないよ。YouTuber でもなかなかやらないよ。ゾゾスーツに記載やぞ。考えた人誰や。記載やぞ。死ぬことのやつやっていきましょう。はい、レッツランダー。サンキャーアーティストの紹介だ。アレクサンドルス、フォーリミテッドサザビーズ、ジ・オーラル・シガレッツとコランダー TV のおなじみのアーティストは最多6個とサポートメンバーにも参加してもらったようだ。さらに反響を呼んだコランダートレジャーロックフェスで最強のオチを見せてくれたフィアー&ロージング・イン・ラスベガスもここぞとばかりに参加表明。ポチモイントロ選手権で活躍したフロー・カナブン、アクアタイムズの3アーティストは不参加ということだが、今回総勢42アーティストが一斉に奏でる服の配色はどんな色か。あの、これ好きな服着てるもんね、全然取れない。キュースやん、思いやりあるのちょっとよろしいか、よろしいか。なんかこれ家紋みたいじゃない。いや、すげえ、肘まで行った。どれだけ、どれだけ血で止まりそう。先にストロベリーの、あの腕が腐ってくるの。これってモドリゲスから持ってる。あー、持ってた気がします。これかっこいいっすね。ドロスのやつこっちやね。これかっこいいっす。こっちかっこいいっす。こっちじゃないです、こっちです。あとこいつを持ってます。あー、はい。だラババンのラババン。血止まる。ほんとにあかん。カン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 。いい。いたたたたた。どっちがいない。俺でも。ごめん。これ。すみません。おしゃれな人のあれ。じゃあ右でも痛い。ということでしょう。あんな粗末なゾゾスーツがこんなにも晴れやかな衣装に大変身。そこら辺の服を買った方が絶対に安くておしゃれになるのに、こんなにお金を使ってこんなにダサいファッションができるのか。これがコランダークオリティになっております。チンコビンビンビビニダーディン、チンコにつけております。そうか、硬い。なんとも言えない。